皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の V、テヒョン、がソロ活動を経て、国際舞台へのカムバックを発表しました。新曲はエネルギッシュで驚きに満ちた内容になるとされ、ファンの期待が高まっています。特に V は感情豊かな歌声で知られており、今回の楽曲でも一層成熟したパーソナリティを表現しているとのこと。 V はこの新曲に特別なメッセージを込めており、彼を支えてくれるファンへの感謝の気持ちが表現されています。V は常に新しい音楽スタイルに挑戦することで知られており、今回の楽曲ではこれまでとは異なるジャンルにも挑戦する予定です。ジャズの要素を超え、さらに新たなジャンルを取り入れると報じられており、ファンの興味を引きつけています。また、 海外のミュージシャンとのコラボレーションの噂もあり、国際舞台での存在感をさらに強調するでしょう。音楽ビデオも V の芸術的センスが光る、映画のような映像美が期待されています。視覚的に魅力的で、感情を引き込むストーリー展開が用意されており、V のアーティストとしての成長が現れる作品となるようです。また、彼のビジュアルアートへの関心も反映されており、 ファンは成熟した表現に期待しています。BTS の他のメンバーも V のソロ活動を全面的にサポートしています。インタビューでは、メンバーたちは V の成長と成果を誇りに思っていると語っており、彼の新曲に対する期待が高まっています。また、V の新曲には韓国文化の要素が取り入れられており、国際的な舞台でも韓国の魅力を発信し続ける姿勢が見られます。 カムバックの発表以来、SNS では関連するハッシュタグがトレンド入りするなど、ファンの熱狂が広がっています。メディアからも高い関心が寄せられており、アメリカやヨーロッパ、アジアの主要メディアが V の新曲に注目しています。多くのファンが国際ツアーの開催を期待しており、実現すれば大きな盛り上がりが予想されます。最後に、 V の新曲は個人的な体験や深い内省が反映された内容になっています。愛や喪失、自己発見といったテーマが盛り込まれ彼の成熟したアーティストとしての姿が現れています。音楽的にはジャズやソウルの影響が強く、レトロな要素も取り入れられており、聴くものに懐かしさと新鮮さを同時に感じさせる作品となっています。ファンや批評家からも高評価が寄せられており、 国際的な音楽チャートでの成功が期待されています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。